ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日はですね、テネット、テネット古い、前からやりたい、前からもうずっと熱望していた、あのクリストファー・ノーラン監督のテネット、もう映画館の上映では、上映はほぼもう終わってるんですけども、早速、レンタル始まってが始まって、隊長にも見ていただいてですね、あのテネットのやりましょうことを、まあこのレンタルの時期に合わせてやりたい。で、早いですよね。早いですね。この間ですもんね、やってたの。そう、僕はもう、そうですね、もう、僕はあの映画館で2回見てですね、1回見て解説を何個かバーッと見てですね、でもう1回映画館に確認しに行く、まあでもわからないみたいな、ところだったんですけども、最初どうやって見たんですか？僕はあの、Amazon プライムで始まったので、はい、始まりましたよって話をしたら、やりましょうって話になって、はい、昨日2回見ました。なるほど。2回もでもこれで喋らなきゃいけないと思って、はい、こうなんかちょっと分かんないところは戻したりとかしながら、なるほど、見ましたね。これなんか、映画のことを喋るにあたって、僕の中では何かその軸がなければいけない、というのがあってですね、まあこれ映画のことを話すの前に1回、あのインターステラーの話をやりました。まあ、くしくも同じくクリストファー・ノーラン監督のものだったんですけども、それに興味があってテネット見た。逆テネットに興味。多分まあクリストファー・ノーラン監督がテネットを出すやるにあたり、多分アマゾンプライムでインターステラーとかダークナイト、いやあのバットマン三部作とかがバッと出て。あのインセプションとか、それで多分私が、あ、クリストファー・ノーラン監督面白いやん、でテネットな感じです。で僕はそのインターステラーの時もそうだったんですけど、どちらかというとその若干スピリチュアルな癒し、あ、癒し、こうすればいいんだねって、世の中ってこんなに素晴らしいんだねって見る傾向があるんですね、映画を。展開ですよね、どんな面白い展開にするか。ああ、なるほど。どんな面白い展開。ちょっと感想がバカって分かれるんですけど、じゃあすいません。すいません。まあ二等兵、あのまず私から、はいはい、先にテネットを見て思ったのは、ざっくりテネットの話って、時間の逆行するよって、要は今まで来た道から逆行することができるみたいなことを話してるんですけども。ニールっていう役の人はもうなんか怪しい動きをしてるじゃないですか、なんか全てを知ってるような、でもで主人公が言うんですよね、断るごとに、何が何どうなってるのか教えてくれみたいなことを言うときに、いやもう君は知らなくていいと、知らない方がいいみたいな、むしろ知らない方がいいみたいなのをずっと映画で言っていて、要は知らない方が人はベストを尽くせるで言ってる映画だと思ってるんです。人は知らない方がいい、知らない方がベストの行動をする、あ、これってすごい自己啓発の映画やんってって思いながら見てたんですね。要はなんかその特にまあ我々の動画でよくやってるエニアグラムっていうやつだと、そのまあガッツセンター、なんか人は3つのエネルギーが3つに分かれているみたいな。それはまあ知る必要はないと。そうそう。で、腹にある人と、まあ、いろいろいて、特に私の場合は、先が気になる。未来がどうなるか分からないから、不安ですって動けなくなっちゃうっていう、で、教えてください、教えてください。で、占いにすがったりってするんですけども、必要ないと。むしろ知らない方がいい。どうなるかなんて知らずに、今やりたいことをやれ。それがベストだ。って言ってる映画だから、あ、これは、苦しい人。が見ると、あ、力づけられる映画だ。あとは、もうかっこいいねで見とけばいいんですよ。この映画、なんかかっこいい。僕としたっていうので、はい、僕の中では、あの、面白い映画でした。どうぞ。まあ、僕は、はい、これどうなってるんだろうって考えながら見るのが面白いな。知ろうとするのが面白い。なるほど。
なんかそのエントロピーの法則だの、うん、いろいろ出てくるじゃないですか。まあ、その辺の仕組みは、はい、まあ、そもそも SF なんで、はい、どうでもいいんですよ。あ、なんかそ、うん、本当にあるっぽく話されるじゃないですか。本当にあるっぽく話すけど、はい、本当にあるものじゃなくて SF なので、そこが本当なのかどうかって本当じゃないですよ。結構議論ありますけどね、いろいろ。なのでそこを話しても無駄じゃないですか。なるほど。この作者がこういうふうに、こういう仕組みがあったら面白いと思ってこう付け加えたんで。この映画の中の世界だよと。そうそう。その世界を楽しむ。はい、だから作者がどう思って作ったのか、はい、みたいなのを考えながら見るのと面白いかなってとは僕は思いますね。なのでこう難解なところが面白い。分かりづらい。そうですね。流れがこう分かりづらくて、行って戻って行って戻っ て, で戻って、その普通戻る時とかって、うん、まあ、テレビのアニメとかの SF とかだと一瞬で戻るじゃないですか、うん、一瞬じゃ戻れないんですよね。あれこう行った分かけて、うん、もう一回行った分かけて戻るみたいな、そう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 、タイムトラベルとかタイムリープみたいな話じゃない、ね、そうですよね。こう時間を再生が逆になるだけですもんね、うん、はい、でそういうのを考えると面白い。だからもともとこの未来の人がなんか送ってきたわけじゃないですか。送ってきた、ね、ネタバレになるんでどこまで話してるのかあれですけど、はいはい、送ってきたわけじゃないですか、はい、でそれはもともと人を送ろうと思っても遡らなきゃいけないから送れないって話ですよね。だからその分かけてきたわけですよね。そうだけどこのもともと送られてきたのは多分はるか先ですよ。50年なのか100年なのか、はいはい、だけど100年後の人たちが100年前に戻ろうと思っても100年かかるわけじゃないですか、はい、なのでこう物をだけ送ったそれを受け取った悪者がこうみたいな、あ、もうそれ何も覚えてないやっていうのを考えると、あ、これこういう仕組みなんだ、あ、こういうことなんだっていうので面白かった。なるほど。っていうのが僕の見方だったかなっていう。あ、うん、その主人公がセリフとかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのには別にセリフとかは何にどうつながってるのか、何が伏線になってるのかみたいなのを、はい、だからあえてこうネットで解説みたいなのを、はい、見てない、見てない、見るとなんか分かったら面白くないかな、この考えるのが面白いかな。ああ、なるほど。僕はなんで、うん、初めに見る前に話題になった、うんうん、で見る前になんでそのネタバレじゃないけどこれだけは知っておいた方がいいよ、説明書、うん、説明書動画を見て、うん、で見に行って、うん、やっぱり分からんで、うん、もう見ているので、うん、ネタバレも何でも OK と思って、うんうんうん、確認してから見に行ったんですけども、うん、自分で考えたいんですね。自分で考えたい、答え合わせがしたいわけじゃなくて、答え合わせがなのでその見た後の答え合わせはしたいですよ。ああ、なるほど。自分なりに思ったのが正しいかどうか、はいはい、なんでいろんな楽しみ方がありますよね、うんうんうん、なんで私みたいにその、うん、まあ特に、まあ、我々の動画だとエニアグラムっていうことを知って見てくれてる方もいるので、うん、まあ、エニアグラムの話をすると、うん、この主人公、うん、名前ないんですけどね、うん、ジョン・デビッド・ワシントンは、うん、俳優の名前、俳優の名前、うん、デンゼル・ワシントンの息子さんらしいんですけど、この人は僕タイプ6だと思ったんです、うん、やつはタイプ6、タイプ6ですかね、やつタイプ6 、うん、で要はもう教えて教えてよ教えてよ教えてよ、でも普通の人の感覚じゃないですか。でニールはタイプ9 いいんだよ、君は知らなくていいんだよ、あれは知ってるからですよ君は知らなくていいんだよって知らせちゃいけないってニールは思ってる。で最後に僕はじゃあ戻るねって、結論が分かるとなんかこう物語に影響しそうだから伝えない、はい、神の視点ですよね。そう神の視点、タイプ9のニールと、うんうん、デンゼル・ワシントンの息子タイプ6教えてよ教えてよってすぐに反応して、教えてよ教えてよはあると思いますよ。あ、誰でも誰でも、なるほど。状況に置かれたら自分がどうしたらいいのかって僕でも思いますよ。でもベストを尽くせって言われるわけじゃない。そのベストが何なんだよって僕どうしたらいいんだよって、状況に置かれたら重いと思いますけどね。タイプ6じゃなくても、タイプ6じゃなくても、なるほど。で皆さんどうですかねってだね、見てらっしゃらない方は、うん、全然、うん、何の話か、どんな視点か、うん、どんな視点で見たのか教えてほしいです、うんうんうん、そのこういう隊長みたいに、うん、その映画の仕組み、時間軸を、うん、
ちゃんと分解する人とかもいるんですよね。ここ行ってここ行ってはタイムラインをちゃんとやってる動画とかもいろいろあるんですけども、僕そのタイムラインはあんまり気にしてない気にしてなくて、ストーリー展開、誰が悪者に何を企んでてみたいな、それにどう抗っていくかの次の展開、この主人公がどう行動していくのかみたいなのが興味がある。なるほど、あとは僕もなので、僕はただアクション映画としてかっこいいねなんですけども、まあ、世界観はやっぱりあの、中二っぽいんですよね。まあ SF なんでなんでまあ世界観を味わって、あとセリフが、セリフ回しがとてもスピってたなって思いながら見てました。スピってましたかね。僕の中ではスピってましたね。インターステラーに続きスピリチュアル映画として素晴らしかったと思いながらちょっと強引かな違うかなこれ分かんないです。あ、例えば、例えばってもう覚えてないですかね。もう かれこれ何ヶ月か前なので見た、2回連続、2、3ヶ月前ぐらいですよね。そうですね、連続で見たのが、だから覚えてるのはもうその、知らなくていいと、ベストを尽くせと、で、ああもう今の風の時代にふさわしいメッセージじゃないかって考えるな、考えるな、最初から出てきますよね、考えるな、あ、感じろって、もう意味なんて知らなくていいって感じろってブルースリーみたいなこと言ってましたもんね。あのあブルースリーだと思いました。女の先生が弾丸がこうパッて戻ってくるところで、まあ、あれは別にネタバレじゃなくて、あの映画 の、まあ、予告編でもやってましたし、時間が遡るみたいなのは映画の予告編でもいっぱいやってる。僕で、ね、意味は全く今でも分かってないです、逆光弾の意味とか。逆光弾の意味は分かんない。どっかの未来の博士が、要は何て言うんだろう、じゃあなんでそこにあるのっていう問題あるじゃないですか。送ってきたんですよ。あ、これ話していいのかな。未来の博士、未来の博士が時間を遡るシステムを作ったっていうのと同時に、こう世界を遡らせるアルゴリズム。ああ、なるほど。で、こっからはネタバレがあるかもしれません。こっからはネタバレがあるかもしれません。ネタバレが気になる人はこっからは見ない方がいいかもしれません。で、今まではネタバレ一個もない、多分バカな話しかしてない。はい。なので、あの未来の博士が作った。ほう。で、その未来はこう環境破壊とかが進んでて、はい、人類が生きられない、はい、世の中だから、未来の人がこう過去に遡ろうとして、はい、あ、過去を変えようとして、はい、変えようとしたんですよね。変えようとして、はい、であの未来の悪者が送ったんですよ、アルゴリズムを。あ、違う、セイターですか。あんと未来の博士が開発したら、はい、これは世界を滅ぼすと思って、これを隠すために過去にそのまま送ったんですよ、もう未来の人の手に渡らないように。そうするとこの物体、ものは過去に遡っていくわけじゃないですか、はい、人はいないけど100年前とか、はいはい、でそれを未来の人がこう未来を変えるために、その人は送れないから、メッセージ、ものとか未来のものとかメッセージとかを送ったら、セイカーが受け取ったって話ですよ。でも逆光弾って、要は例えば、オペラハウスの一番初め、冒頭オペラハウスのシーンで、ニールかな、ニールがバッて逆光弾使うんですよね。もともと映画館に埋まってるやつがピュンって戻る、え、じゃあこれはそもそも何って思ったんですよ。あ、そこになぜあるかは分からない。そう、そこが僕分かんなかったです。で、なんで そもそもここにあるのって、で、その未来人とは別に、多分主人公が未来に行ってるじゃないですか、何年後、数年後とか、はいはい、でそれがあの未来から来たのを防ぐために、この数年後からまた送ってるんですよ。なんでニールを、あのニールとあれなんですよね、我々日本人の感覚だと、要はそのドラえもんでも教育されてるじゃないですか、未来に、過去に行って会ってしまうと未来が変わっちゃうよって、だから絶対会わないでねっていう教育されてるから、そういうのがすごい、あの時間軸が気になるけども、あまりなんか海外の人ってドラえもんがいないので、ドラえもんがいない世界なので、なんかそういうのが結構曖昧なんですよね、時間の考え方とか。あ、でもこの、博士が世界を滅ぼす、時間を逆行させると世界を滅ぼすっていうのは、はい、そのタイムパラドックス的な親殺しじゃないや、あ、親殺しのありますね、ありますね、はい、だから先祖を殺したら自分が存在しないっていう問題、はいはい、そういうのがもう、ない、とりあえずないよっていう映画ですもんね、これ。あ、ありますよ、
ありました、出てきました。でそういうの、そういう難しいことは考えなくていい、寝ろとかって言うじゃないですか。でだけどもう未来の人はもう人類が滅亡する直前だから、もうやってみろって過去を変えようとしたんですよ。あ、なるほど。こう過去があの、なので時間を逆行させれば、はい、自分たちは生きてる。このこっから先の未来は滅亡してしまうけど、こっから遡らせたら、あ、もう一回自分たちは戻るってことですね。戻れば、はい、自分たちは生きれる。死なないってことですね。死なない。けどこれを時間を戻すと、過去の人と巡行してる人たち、はいはいはい、過去の人たちは滅亡してしまう。逆行した人たちこうマスクしてるじゃないですか、はいはい、であれってこう逆行してるからマスクがいる、ね、いや酸素が吸えないんですよ、ね、酸素が吸えない。で暖かいとこ行くと寒くなるし、うん、寒いとこ行くと暖かくなるし、であのアルゴリズムっていうのはその時間の逆行をもう変えてしまうっていう仕組みそのもの。だからこう未来の人たちは逆行が正常な時間、あ、こういう軸をもう一回ぐるっと戻ってくるからぶつかるわけですね。ぐるっと戻すことによって、はい、こっちが主流になる。あ、僕の認識ですけどね。あ、逆行世界が僕の認識なんですね、それは。そうそう、なるほど。逆行世界が正常な状態になるから、この未来の人たちは逆行するときにこれしてたじゃないですか、酸素。未来の人たち、未来の人たちが逆行するとき、未来の人たちっていうか逆行するときに、まあ普通に生きてた人が逆行のとこに入るときは、うん、酸素マスクがいるよって言ってましたね。でそれを正常にしてしまうと、あ、正常にすると逆行する人たちはそれがいらなくなるっていう。なるほど、うん、はい、それは分かります。で逆にこの逆行しない人たちは酸素マスクがいるって話じゃないですか。それが正となると、うん、そうですね、そう、はい、そうするとそんなみんなしてないじゃないですか。はいはいはい、逆行の世界の酸素マスクをみんなしないから人類がそのまま消滅してしまうと、親殺し、親殺しなのか先祖殺しなのか忘れましたけど、はい、が発生すると自分たちは死ぬかもしれない、消滅するかもしれない、はい、けどそこはもうパラドックスの世界でなんとかなるんだっていう、あ、だから博士はこれはダメだと思ってそれを過去に送ったんですよね。こうもう切羽詰まった未来の人たちがもうそんなこと言ってられないからやるぞって言って送った。でもそんな理解をしようとしなくても、うん、僕みたいにあ、なんかかっこいいやんってなのでっていう感じでも見れると思います。でなので僕がこれが正しいかどうかは分かんないです。ああ、そうですね、僕答えはまだしないんで。なるほど、僕は答え、まあそういうふうに見てない、うん、ので、うん、あ、だからこう何が気になるかってそういうとこが気になったってことですよね。この未来の人たちは何を目的にこんなことしたんだとか、あ、なるほど、この成果は何を目的にし、まああの人はこう人類を滅、自分の終わりとともに人類を滅亡させる、あ、成果、あの悪いやつですね、ケネス・ブラナー、うん、あの太ったちっちゃい人、あ、そう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 、はい、っていうのが気になったり、はいはいはい、でまあ、それは最後の方でこうもう自分も死ぬ間際でもう人類を道連れに一緒にって、そうですね、はい、あ、でそこで、あ、この人はこういう思いだったんだ、だ僕はそれぐらいなら意味は分かります、うん、あ、見てて、うん、そういうことを しようとしてるんだねぐらいはちゃんと理解できます、うん、私レベルで。その先の未来の人たちはそもそも何が目的なんだろうみたいなところだったんですよね。僕それはふわっとしてます、うん、2回見てもふわっとしてますっていうので僕なりにそういう認識をしたっていうところで。あ、なるほど。でも全然あの、うん、面白い、うん、まあ、僕みたいになんか理系でもないと、うん、あ、そういうのがあるんやと思っちゃうんですね。ないですわかんないですけどね、あるかないかはわかんないですけど、エントロピーの法則で本当にあるできるんやって、うん、それが、まあ、もしかすると物理学の世界で研究されてて、はいはい、まだこう製品化というか実現してないだけかもしれないです、ね、はい、理論的にはあったりするのかもしれないですけど、まあ、そこまでは僕も分かんないですよ。かっこいいな、面白いなで、うん、さらっと見てもいいんじゃない。さらっと見ても面白いとは思うんですけどね、はい、でその、まあ、映画ってそもそもそういうなんかやる気を出したりとか、そうですね、っていうのはもともとヒット作みたいなのがあるのかなとは思うので、はい、スピリチュアル的な側面も、側面スピリチュアルなのか分かんないですけど、やる気の気持ちをモチベーションを上げる、モチベーションを上げる、ブルースリーの映画、あ、僕の時代はブルースリーじゃないか、ジャッキーチェーン、ね、ジャッキーチェーンはもう大体見た後にカンフーごっこが始まる自分も強くなった気持ちになりますよね、はい、小学生の頃とか、あ、もちろん、まあ、そんな部分はあるのかなっていう、まあ、ちょっとカッコつけたことを言うと、うん、村上春樹のダンスダンスダンスっていう小説も踊るんだよ、うんうん、意味が分からないかもしれないけども、うん、
とにかく足を止めるなと、できるだけかっこよく踊るんだ、みたいなセリフがあって、本当に本当にそうと思って、分かんなくていい、分かんなくていい、とりあえず、あ、未来がね、この先どうなるかなんて、未来は分からないですからね、この先どうなるかなんて、あの嫁ちゃんには、また行くの動画撮りに、え、掃除は、何も家の掃除とかせずに行くのって、あ、今日今日今日でもいやいや俺は未来のどうなるか分かんないと思って、何て言うんだろう、嫁の中では多分これはどう、何やってんだろうの世界なんですよ。まあそうですよねもっと大事なことがあるでしょって、でも大事なことは自分が決める話ですもんね。そう、これはね多分嫁は絶対見ないから言うけどね、本当、まあ、この辺の気持ちは分かってくれないよなって、って思いながら、風の時代だからやりたいことやりましょうっていうね。そう、まあもちろん家帰って今日掃除するんですけど、なんてね、ちょっと愚痴を言ってみました。いいと思います何も言われないんですか、動画撮ってること知らない。撮ってること知らないし、もうそもそも僕は仕事時間中なんで。あ、そうか、 YouTube やってるのも知らない。 YouTube やってることぐらいは知ってるかもしれない。あ、でもなんかその、ショータイムって言わされてることも知らない。知らない知らないあのどんな YouTube チャンネルかも知らない。あ、そうなんですか、まさかお父ちゃんが人前でショータイムって言わされてるだなんて。知らない知らない。なるほど、でもまあベストを尽くしてるってことですよね。ベストを、まあベストを尽くしてるんですよ本当に、で、まあ隊長は僕の中ではあのニールです。ニール、ニール、ロバート・パティンソン、全部知ってて、全部知ってて、あ、でも全部知らないですからね神の目線で見てるニールは知ってるからですよ。 あいつはかっこいい。そう、行っちゃうと未来が変わるかもしれないとか、行動が変わるかもしれない。行動変わりますからね。そう、だからいいんだなりますもんね、言わない、まあ言わないのか言えないのかっていうことですけどね、まあ、その辺も面白いですよ。だから僕もあのカバンに五円玉つけようかと思いましたオレンジ色の紐で。だからあの人最後死ぬってことですよね。言っちゃダメじゃないですか。あ、ダメです。それネタバレ、それをネタバレって言うんです。で、笑顔、それを知ってて笑顔で帰ってくるんですよ。で、それを分かって主人公は送るっていう。そうそう。だその辺もまたこうちょっと感動。グッとくるところですね。あの女の人が綺麗です。なんとかエリザベス・デビッキ、190センチの。そう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 。ああいう人はまあ連れて歩きたいですね。でもこんなんですよ。全然もう僕ちんちくりん。サイズ感がだから。で調べたんですよ。で、あのジョン・デビッド・ワシントン主人公、デンゼル・ワシントンの息子は173センチです。あと僕と一緒ぐらい。でもロバートその主人公すら高徳に見える。高徳に見える。なぜならみんなが多分背が高いから。そうそうそう、あのハリウッド俳優みんな背が高い、女優も、あの女の人が190っていうのはすごいですもんね。はい、でもまあやっぱりでも190まであると逆に役は限られますよね。限られる。今回みたいな役か、その他の映画だと、そのロシアの女スパイの役とか、その冷酷な、まあ、オーストラリアの女優さんなんですけど、かっこいいですよね。かっこいい、水着シーンです。水着シーン、はい、スタイルが良くて、スタイルが良くて飛び込みも綺麗で、綺麗で、はい、なんかできそうですもんね、はい、運動、まあ、バレエやってるらしいですけどね。よく調べてます、ね、やっぱ僕もあの好きになるとわーっと、あー調べる、わーって調べちゃうので、で、まあ、やっぱりあの背の差とかで、まあ、主人公背が低いのかなって、デンゼル・ワシントン大きいのになとか、思いながら、まあ、こんなダバナシ、ダバナシ誰が聞くのかでまあでもインターステラー面白かった。あ、僕たちの動画は。あ、そうですね。インターステラーは面白いですけど。インターステラーはもちろんもう一回ちゃんと見てみなきゃとは思ってるんですけど、面白いですけど、それを題材にした僕たちの動画も面白かったって言ってもらえたので、こういうのも好きな人もいるかなっていう、こうなんか自分が思ってることを話すっていうのが風の時代と僕は今思ってるので。そうですね、はい、この僕の思いに賛同してくれる人もいれば、二等兵の思いに賛同する人もいてっていう。まあでも隊長の見方はもうなんか僕の中では面白いですけどね。あ、まあだから逆に自分と違う見方をしてるんだねと思ってるのを聞いて面白いとかっていうのもあると思います。だから近々、まああの煙突町のプペルとか話題になるお話を取り上げていきたいと思っており、
なんか皆さんからもなんかこの映画面白いよとかあれば、うんうんうん、あればだし、このこれについて語りたいって人いたらライブとか、あ、一緒にで、それを一緒に、うん、我々もその話を見て話すっていう、うんうんうん、映画だといいですね。映画とか、あの1時間ドラマ24話までとか言われると、うんうん、見るのが大変、ね、見るのが大変のは厳しいかもしれないんですけど、このドラマ面白いですって全話見るの結構しんどいですもん、はい、なんて思っております。はい、はい、ショータイムありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。